関西学院相手陣2ヤードからフォースダウン2ゴール。プレーを選択します。ギャンブル。2ヤード前進できないと攻守交代です。タッチャークォーターバック12番プレイアクションからタイトエンド42番にパスを通し、42番これをエンドゾーンでキャッチし、タッチャー関西学院6点獲得です。